もう連打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 。こんばんは、オミチューブです。本日の動画は最新情報ファッション動画やっていきます。本編構成はこちらになっております。過去動画もぜひご覧ください。概要欄コメント欄に記載します。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーはこちらの3人となっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まず1人目はオミさんです。こちらは11月12日に公開された X でのリスニングパーティーのポストです。こちらのスウェットはアレキサンダーワングのロゴスウェットシャツとなっております。お値段は。続いてナオトさんです。こちらは11月12日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのシャツはスタジオセブンのダブルレイヤーボーダーヘムクルーとなっております。お値段は。続いてガンちゃんです。こちらは11月13日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらの靴はナードマインドのシンクボアとなっております。お値段は。続いてはナオトさんです。こちらは11月16日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらの商品はスタジオセブンと ZOZO のウェブ限定スペシャルセットとなっております。こちらはサングラスとケース、そしてメガネ拭きとグラスコートの4点セットとなっております。お値段は。続いてもナオトさんです。こちらも同じく11月16日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのメガネはスタジオセブンとゾフの型番が ZF231026 の 14E1 となっております。いやーかっこいいですね。お値段は。続いてはガンちゃんです。こちらは11月17日に公開されたインスタの画像となっております。こちらのニット帽はルイ・ヴィトンのニット帽となっております。お値段は。続いてこちらのサングラスはジェントルモンスターの型番がディディオン01となっております。お値段は。続いてこちらのジャケットはアミパリーのシアリングライニングデニームジャケットとなっております。お値段は。続いてはナオトさんです。こちらは11月17日に公開されたインスタのストーリーとなっております。おそらくライブの前日にポップアップが開催しているみたいですね。こちらのケースは
スタジオセブンのコーションロゴスーツケースとなっております。お値段はこちらはホワイト、ブラックの2色展開となっております。続いてもナオトさんです。こちらも同じく11月17日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのスウェットはスタジオセブンのハーフジップスウェットとなっております。お値段はここからは少しネタバレを含む動画となっております。 JSB ランドのセットリストを公開していきたいと思います。早速どうぞ。まず1曲目はアウェイクニングライトです。2曲目は JSB ドリームです。3曲目は JSB ラブです。4曲目はチェインブレイカーです。5曲目はタキシードです。6曲目はネオ東京です。7曲目はオリオンです。8曲目はウェイクミーアップです。9曲目は流星です。10曲目はラタタです。11曲目はファイターズです。12曲目はヨウです。13曲目はシェアーザラブです。14曲目はオンリーワンフォーミーです。15曲目はパウダースノーです。16曲目は東京です。17曲目はベストフレンズガールです。18曲目は花火です。19曲目はスカーレットです。20曲目はレッツパーティーです。21曲目はプレイザットです。22曲目はサマーマッドネスです。23曲目は X レイです。24曲目はフィールソーアライブです。25曲目はエンジェルです。26曲目はダイヤモンドサンセットです。27曲目はスターズです。28曲目はレインボーです。ここからはアンコールの曲となります。29曲目は24カラッツメドレーとなっております。タイプ EX ステイゴールド、そしてトライブオブゴールドとなっております。そして最後30曲目はスターティングオーバーです。 Spotify でプレイリスト公開しています。以上3代目最新情報でした。